飢えと病に苦しむ人々と共に暮らし、彼らを愛し続けたマザー・テレサ。20世紀の聖女と呼ばれたその生涯が高く評価され、1979年にノーベル平和賞が授与されました。授賞式で記者から、私たちは世界平和のために何ができるでしょうかと尋ねられた彼女は次のように答えました。家に帰ってあなたの家族を愛しなさい。マザー・テレサは世界平和が家庭から出発すること、つまり家庭こそ幸せの原点であることを説いたのです。私たちが生まれて初めて愛を体験する場が家庭です。赤ちゃんは家族の愛を一身に受けて成長します。一人では何もできない赤ちゃんですが、その愛らしい姿は家族の心を癒します。愛し愛される人間関係が誕生の瞬間から始まっているのです。家庭には多くの愛が満ち溢れています。親子、兄弟姉妹、夫婦などの関係の中に人生で体験していく基本的な愛の形が現れています。家庭で十分な愛を受け、また愛を与えることで円満な人格が築かれていくのです。まさに家庭は愛の学校です。現在家庭を取り巻く環境を見れば、離婚、家庭内暴力、殺人など多くの家庭が破綻状態にあります。さらには多種多様な家庭のあり方、同性婚などの流れは本来の家庭の役割をさらに弱体化させる危険性があります。子供たちから、家庭とは何か、結婚とは何なのと問われても、明確に答えることが難しい時代ではないでしょうか。家庭が一番幸せであってほしい、誰もがそのように望んでいます。ところが家庭が幸福の源ではなく、むしろ失望、絶望の発生源、不幸があふれ出す場となっている場合も少なくありません。小さなことでいがみ合い、冷静に話し合えば済むことなのに、恨みを胸に溜め込んで、それが積もり積もって最後には衝突する。一緒に住んでいるのに家族はバラバラなのです。あらゆるところから青少年に有害な情報がもたらされています。重大事故や事件が後を絶たない危険ドラッグ、販売店舗は減ってもインターネットなどで誰でも簡単に入手できる状況です。まだ判断力の乏しい若い世代に、このような誘惑の魔の手が伸びてきているのです。このような時に問われるのは、親子の絆、家族の絆です。子供たちに親からの十分な愛情が注がれていれば、親を悲しませることはしたくないと思うでしょう。その思いが誘惑に打ち勝つ強力な支えになるのです。家庭は愛の学校です。家庭で円満な人格を培った人は、社会に出ても周囲の人々に喜びや安らぎを与えます。そのような人たちが集まれば、社会にも愛が満ち溢れていきます。もはやそのような世界には戦争や葛藤は存在しません。家族を愛することは、より良い世界を実現する第一歩なのです。